はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単、 ARIKEN、 N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。さあ残り19パーティー。さあ勘違い、逃げ遅れてる敵をしっかりと狙ってるのはマフィン。さあジャンプパッド一応発動して、前の方に少しでも距離を稼いでいく。さあ左上のキルログがバッタバッタと流れている。さあここで一人だったラギスがマフィンたちにやられていった。さあラギスの資材を取りたかったが、ここはアンチ移動を優先。さあペポとルナ最強コンビ、おっとワンボックスのカウンター、ビムロを倒したのはペポ。さあペポが最大ダメージを2回も叩き出した。さすがにこれはリムルもやられてしまう。ローグラウンドで歩みを進めるな、ペポルナ。さあエモートする元気もある。さあルナがデカポを飲んで周りの状況を見ながらフル回復までで回復していく。残り資材は8枚。横からこんにちは。リメを倒して、さあ資材と物資を回収していく。ミニポもあるぞ。さあ油断しているナイトルをしっかり、ペポ見えている、火は透けている。さあ倒して資材がまた増えた。さあ1試合目から11キル。さあ FNCS2 連続で取ってしまうのか。やべえなこいつら。逃げ遅れてるシュンシャンとブユリルを倒して、横から逃げ遅れたフレダーさんも持っていくのか。お前現在13キル目、14キル目、1試合目だぞ。全部で15キル、1試合目で77ポイント。これ強制終了悪くない。さあそして現在1のルナペポがまたキルを取っている。さあペポが2キル取っているぞ。さあルナペポアンチ移動はお手の物。さあ残り17パーティー。さあ後ろの敵、いやーさあ危ない。ここはペポに見つかる前に、さあ生き延びたぞ。さあルナペポ後ろから撃たれるが、これねケグがあるんよ。いやそうなんよな、ケグつえ。さあ一気に回復していく。さあ無限回復です。さあしかしアンチ外なのでフル回はできない。さあ後ろをさあ取ってショットガンにしたペポ。さあ目の前、さあ一瞬相まみえたところをショットガンダメージ入れていく。さあ100ポイント超えてしまった。まずい、強すぎる。さあ目の前1段上に登って、さあルナについていく。ミニポを飲んで上のやつサブマシンガン撃っていく。さあ崩して不幸にさせる。さあハイグラ行ってハルキを落とす。えこれ勝つんじゃないこいつら。またハイグラだよ。えさあ資材がないので、さあペポは撃つしかない。さあしっかりキャラコンしてハイグラに戻って資材取っていく。さあ現在残り4パーティー。さあしかしルナがやられてしまった。ハイグラにはザゴーがいるぞ。さあ上と下から一気に撃たれて、ペポの HP がなくなっていくが、ここはタイヤを倒して無理やりでも順位上げてキルポも取っていく。キルポ5を取った。さあ横に敵がいるが、ここはやられてしまった。さあザゴーとラックの 1v1。さあここは落下ダメージ。さあ HP 回復もあまりないので、さあ上と下のバトル、上が有利か。さあ落とすものがない。一発ヘッドショット当てたがスズメの涙。さあ下の HP はもうないぞ。上があまりにも有利すぎる。さあ勝っていったのはラック選手が勝っていきました。おめでとうございます。さあワイルドオークたちも生き残っている。さあいいね、気合入ってるねワイフォーたち。うわー上からこんにちは。だけどここはワイフォー倒しきっている。さあ味方は落ちているが、さあアンチャイで待ち受けてるエイム。さあワイルドオークここは、さあ逃げていく。うわー狙われている。後ろから倒したのはアルベド。さあゲームイズアルベド、ここは倒してアンチャイの中に入っていく。目の前にはさあ味方のレイニー。
わー、ここは強っ。ドラムショットガンの強さを利用して、さあ回復アイテムをゲットして、これは一度アンチ外で耐久だな。これはそうね、さあミスター拾っていない。あと6個あったのでアンチ外で耐久した方が耐えきれそうだが、ここはやめて、メイン逃げ処理。さあ、うわー、これさあ、ここは一度アンチ外出て、キニアンチの中に入っていく。さあ、逆に上を取ったぞ、マイポリたち。さあ、上からのよじ登りで登ってきたが、175。さあ、ストライカー、ショットガンの強みが出た。さあ、ミストも150持っている、回復勝負ができます、これ。さあ、味方の NQLRU に全部渡して。下の敵を2人で一気に撃って、そのまま1位、おめでとうございます。うわー待って、ルナペっぽいやばくない？ちょっと待って、うわやば、175ローグラいった。いやでも落とされたぞ。うわーまた1キルメイシー倒して、現在6位。うわー強すぎるって、マジで言ってんの？ミニポロでデカポまで飲めたらやばい。いやさすがに飲まないか。入り込んで、うわ後ろにいる、気づいてない。うわー、いやでも3位までいった、やばっ。さあボンサワドゥチャンネルが 1v1。 さあしかし SS が取っていく。 SS がビクロイ、おめでとうございます。いい感じで生き残ってるよ。ダメージもあんま食らってない、資材も全然ある。しかもね、何がやばいってね、ジャンパーを1個温存してんのよ。これハイグラワンチャンあります。うわー、ハイグラ取り行くの？うわー、ハイグラ取った。さあルナペポハイグラ取って、うますぎ。さあ糸もたやすく1人目落としていく。さあキルポも取っている、現在4キルルナ。さあ210ポイントになっちまった。さあ下ではマフィンたちが頑張っている。やべえ、さあリムルがやられて、マフィンたちがやられた。現在9位、戻りアンチ。いやビクロイしたらマジでやばいよ。もう正直追いつけん、明日の6試合を持っても追いつけん。いや勝ちそうなんだけど、すごいこいつら勝って…いや、でかダメージ。さあデポがやられてしまうが、さあルナ生きている。さあ資材は残りゼロ。さあしていきます。これで順位が上がれば。やばい、ザコの HP がないぞ。うわー資材取った。さあ4位。しかもミストもフッマックスになった。さあ一度アンチ外に出て順位を上げます。強っ。え、いやうますぎこいつ。マジ。残ったザゴーも175。お前が稼がなきゃルナペポを止められねえ。いやいいダメージ出すわこの状況で。一回アンチがいきます。さあ 2v1。 さあアンチがで体力回復。うわーここは足りずやられていく。ボンサバドゥチャンネルがビクロイ、おめでとうございます。さあまずは Day1 の1日目6試合が終わりました。さあ現在1位のチームを見ていきましょう。累計ドン、ルナペポが248、2位と50ポイント差ですね。50ポイント差をつけて1位。お疲れ様でした。ルナペポ最強。最後はコメント欄またねで埋めてください。お疲れ様でした。またな。